人、場所、物、心の通った本物に触れ合えばきっと特別な時間になる。大人の時間に彩りを添えた思考のひととき、あなたも体験してみませんか？玉モノレール柴崎体育館駅から徒歩1分、緑に包まれた公園の隣にその建物はありました。その中ではパッチワークと呼ばれる布のアートがお出迎え。大きさが 50×50 で、どこかに津波の被災した着物が入っているってことだけが一応お約束。皆さんそれぞれが何かこう思いを込めてこう1枚を作ってもらってる。アートプロデューサーの塩見恵理子さん、東日本大震災の記憶を次世代へ伝えるため2011年から活動を続けています。被災地に初めて、行ったのは2011年の4月なんですけれども、海に向かうにつれてどんどん景色が変わっていくんですよ。あれがすっごいショッキングでしたね。被災地を幾度も訪れた中で、石巻市の呉服店から津波で海水に浸かり売り物にならない着物を譲り受けました。夫が音楽家のため、被災した着物をステージ衣装にリメイクすることを思いつきました。これなんかもここ帯使ってるんだけど、これもそうと、これチェリストのための、衣装として作って。これまでに制作したステージ衣装は70着以上。津波の記憶を宿した着物は観客の心に強く訴えるものがあったそうです。実はって、この布は石巻で津波で被災してるっていう一言言った途端にシーンとなって、みんなやっぱり真剣に聞くんですよ。ああこの着物は伝える力があるなと思って、それからですよね、始まったのが。この衣装作りがパッチワーク制作のきっかけでした。衣装作ると必ず端切れ出るんで、それももうとてもじゃないけど捨てられなかったんで、自分の大切な国があんな大変なことになったのに何にもできてないって、このプロジェクトを知ったことによって1枚作ったことがとても心の安らぎになるらし、なると思う。私もそう思うんですけれども、一枚何かできたなって気持ちになれるんです。これまでに世界50カ国3000人以上がパッチワーク作りに参加。そして11年間にわたる活動の末、2022年およそ2000枚が宮城県石巻市へと寄贈されました。こういうふうに忘れないでいてくれたっていうかね、一枚一枚にほらエピソードがあるので、その思ってくれたってことがものすごい嬉しかったっていうのがほとんどの人の、ね、気持ちでしたけどね。このアートスタジオは被災地の着物や完成したパッチワークを保管する活動の拠点。その他にもアーティストの展示会や音楽コンサートが開催されるなど、人と人をつなぐ架け橋にもなっています。ここに来てみてきっといろんなこと感じる人多いと思うので、やっぱり何ができるか分かんないし、何をしていいのかも分かんない人もたくさんいると思うから、なんかまずここに来て何かヒントを、得てくれればいいな。